パガニーニの起草曲による練習曲作品3はロベルト・シューマンが1832年に作曲した作品。シューマンが作曲した2つの練習曲集の中の1つである。2つの練習曲集はシューマンの練習曲に対する問題意識やパガニーニに対するシューマンの捉え方を具体的に表した作品でもある。 シューマンは練習曲に研究した批評家でもあり、またその当時多々あった練習曲を独自の見解で分類表にまとめ、近代的なピアノ練習法の確立に大いに貢献したのであった。シューマンは早くからパガニーニに強い関心があり、1830年4月にフランクフルトで彼は初めてバイオリンの記載、パガニーニの演奏を聴くことになる。 シューマンはこの時の様子を日記でこのように述べている。芸術の理想へのパガニーニの疑念、偉大で高貴でおこそかな芸術の平穏さの欠如。彼は、技巧性を変調し、芸術性が犠牲になるというものに否定的だった。しかし、ピアノ曲に編曲に至った経緯を、このように説明している。彼の作曲、ことに、この練習曲の原作になったバイオリンのカプリスは、 鉄頭鉄尾稀に見る新鮮で軽快な着想から生まれたものでおびただしい混合石を含んでいる。シューマンはこの起草曲の豊かさを認め躍動的な楽奏に創作意欲を得たのは確かである。シューマンは編曲にあたってピアノ演奏技巧や表現の点で苦労したと思われる。このことについてパガニーニの起草曲による6つの演奏会用練習曲の批評で 以前に出版されたパガニーニによる練習曲では私はなるべく原作の一音一音を写し取りただ火星の組み立てだけにすることにしたと述べている。編曲に対しシューマンは晩年のバッハの無伴奏バイオリンやチェロの作品のピアノ伴奏付けの編曲でもそうであったように原作を自由に改作することには慎重だった。編曲においてシューマンは パガニーニの起草曲の全曲を編曲したわけではない。作品3では原作の第5曲、第9曲、第11曲、第13曲、第16曲、第19曲が取り上げられた。編曲にあたってシューマンはハイン・リヒ・ドルンからの助けを得ている。シューマンはドルン2831年7月から1832年4月の復活祭までの短期間。 フーガや大砲などの作曲や創作の基本を学んでいた。そしてドルンがライプツヒを離れることになった際、シューマンは彼に対して赤別の手紙をしたためている。そこには、再びあなたとカノンの勉強をする希望を捨ててはいないことを告白します。パガニーニのカプリスをピアノ用に編曲するのに、あなたの手助けがなくて大変困りました。低音部の扱いに、 しばしば自信が持てなかったのです。などと記していることから、シューマンがドルンに対して強い信頼があったとともに、彼にとって非常に大きな存在だったことがわかる。バイオリンの記載、パガニーニの登場は多くの作曲家に影響を与えた。今日有名なパガニーニによる大練習曲を作ったリストもその一人である。リストはこの練習曲を1838年に、 編曲しているが、それは1832年に編曲したシューマンの練習曲に刺激を受けていたのは確かであろう。ただ、リストが取り上げたカプリスは、シューマンの編曲とは重複があまりない。また、リストの練習曲集の第3曲にはシューマンが作曲を中断したパガニーニのバイオリン競争曲第2番の第3楽章に基づく、 ラカンパネラが収められているシューマンの練習曲とリストの編曲で共通で取り上げられたカプリスは、シューマンの第1曲とリストの第1曲、シューマンの第2曲とリストの第5曲のみである。ただ、両者の練習曲を比較すると互いの目指していた道の相違点について考察する上でいい材料となるだろう。シューマンは序文に、 ピアノの性格と気候に適した編曲を行い、可能な限りオリジナルに忠実であることを胸としたと、記すとともに、演奏技巧に関する中期も掲載している。以下と記載することにする。シューマンは1831年10月に、ラ・カンパネラの主題による変奏曲を構想し、作曲に着手した。若きシューマンはビルトゥオーソを目指していたこともあり、二つの 練習曲とともに演奏家としての自身のキャリアを形成するための作品として、この変奏曲が計画されたと考えられる。残された断片によるとそれは、リストの悪魔的な作品とは異なり、牧歌的な佇まいを見せていると推測される。ありがとうございます。